はい遅くなりまして、すみません。それではですね、えー、っと、午後の部を始めたいと思いますけれども、えー、っと、え、聞こえてますか、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、はい。はい、それでしたらですね、あの、まずですね、最初にあの、スパコンを使っていただくんです。まあ、その説明ですね、あの、ある程度読んではいただいてるとは思うんですけれども、簡単に説明したいと思います。であの、えー、っとですね、 まあ私どもの方では現在あの3システム運用しておりまして、一つがあのリードブッシュという、これ、GPU も一部積んでいるあのクラスターなんですけれども、まあ、こちらはもう結構あの、えー、と古いマシンでですね、えー、と来年、まあ、今から1年後ぐらいにです、ね、あの全面的にあの退役する予定です。でもう一つがです、ね、これ、一番あの大きなシステムなんですけれども、えーとですね、オークフォレストパックスというですね、えー Xeon オンファイの,です、ね、あのナイツランディングのクラスターで、えっと、これ、あの最新の順位だと22位なんですけど、ね、日本で4番目のシステムで、これ、筑波大台と共同で運用しております。それで、あの今日皆さんにお使いいただくのは、このオークブリッジ CX というですね、あのインテルの、えっと、カスケードレイクというあのプロセッサーが使っているので、 えっと、昨年の7月から運用開始しております。であの最新の順位は世界で69番目ですね、まあ。いわゆるミッドレンジのクラスターです。はいまあ、これはいいですねであの。利用率なんですけれども、あのまあ、割と長い間、ですね工、えっと、学系、あと地球科学、宇宙科学、あと材料科学みたいな、そういうあの計算科学にあの広く我々のシステムで使われてきたんですけれども、 こちらはあの先ほどご紹介したあのリードブッシュのうちの,の CPU だけ使っている部分と、あと GPU クラスターの部分との,まああの利用比率なんですけれども、ああこちらの CPU オンリーの方はですねは、あ割と伝統的な使われ方がしているんですけれども、GPU が入ってくると、結構このえと AI 関係の情報科学であるとか、あとそのバイオインフォマティクス、医療画像処理のようなですねあのまあ新しい分野への利用が結構広まってきているということです。 でこちらがですね、あのえー、っとオーク・ホーレット・パックスで、このジオンファイのシステムと、えー、っとこのオーク・ブリッジ CX、今日皆さんに使っていただくものですあの、えーっと。これ、昨年の10月に正式運用を開始したので、あの今年の9月末までの1年間の利用率というふうになっています。もともとですね、このオーク・ブリッジ CX はその、えー、地球科学とか、ものづくりとか、そういう材料科学っていう分野への利用を期待していたんですけれども、結構ですね、このバイオ・インフォマティックスとか、 ゲノム解析とかそういう分野にも割と使われています。はい、であのこちらがですね、えーっと、このオークビッチ CX の、えー、各ノードです、このインテル・ジオン・プラティナム8280という、えー、っとプロセッサーなんですけれども、まあ、カスケードレイクと言われているものです。<laughs> であの28コアを搭載しているソケット、まあ、CPU と言ってもいいんですけど、そちらが。あの 2つ、えーと、1ノードに搭載されておりて、えーと、それぞれ 96GB の、えー、とメモリーを持っています。あの両社はですねあの、この2つのソケットは UPI、えー、ウルトラパスインターコネクトというですね、あのえー、とインターフェースでつな、えー、がれて、まあ、非常に早いんですけれども、ただ、あのいわゆる NUMA のアーキテクチャになっておりまして、まああの、できるだけローカルのメモリーを使った方が効率はいいということになります。 であのオークブリッジ CX は、ね、1368ノード、この前のページのようなノードを積んでるんですけど、その,の128ノードにです、ね、あの高速の,の SSD というあの、えー、とソリッドステートディスクでしたっけ、あのえー、ハードディスク、あの記憶媒体を積んでおりまして、えー、とこれを、ね、128個束ねてですね、あの200テラバイトの高速ファイルシステムとして扱うこともできるようになっています。 でかつ、ね、128のうち16ノー度は、えー、と外部に直接接続しているということで、あの外からです、ね、いろいろなデータを取ってこられるようになっています。であのこういうです、ね、あの非常に早い SSD を持っていたりとか、あとです、ね、データ解析関係の,です、ねあのえー、とソフトウェアが割と充実していることもあってです、ね、まあ、先ほど申し上げましたようなあのゲノム解析などにも結構使われているということです。はいまあ、これがあのどうやって その SSD が使われているかということですが、まあ、これはあの省略します。あとあの、えーっとまあ、我々の,です、ね、あのシステムは主にあのオープンソースですとか、あと自作コードを使うことを前提としているんですけれども、えー、このハイパーワークスっていうですねあの、いわゆる商用のコードもです、ね、今は使えるようになっています。ただ、ちょっとこれはあの、えー、っと利用が制限されておりまして、あの大学の ちょっとこれはもうライセンスの関係で仕方がないところなんですけども、そういう感じです。はい。はい、これが、あの、一応システムの概要を簡単にお話ししましたけれども、あのでは早速ですね、えー、っと、あの、ログインしていただいてですね、あのえー、っと、実際に MPI についてお話をしていきたいと思います。 その前に少し MPI のお話があるので、まあ、それからログインということになりますね、はい。で、あの、まあ、並列計算のいい目的については、すでにお話しした通りです。で、ここではですね、MPI とは何か、えっと、あ,あと、あのまあ、集団通信、えっと、今朝グループ通信とか言ってましたけども、集団通信と一対一通信についてお話しします。それで大体ですね、例題も含めて、 4時半ぐらいまでにこの部分を終わらせて、その4時半以降ですね、1次元の有限予想法の並列化というところに入っていきたいと思います。まあ、あのかなりの長丁場になりますので、ところどころあの10分、5分から10分程度の休憩は入れながらやっていきます。MPI について、すでに勉強された方も何人かいらっしゃいますけれどもあの、メッセージパッシングインターフェースの頭文字を取ったもので、 えと分散メモリー間のメッセージ通信 API、API ってはアプリケーションプログラミングインターフェース、まあイン、インターフェースですね、それの規格です、要は何を送ったら何が戻ってくるかっていうことを決めてあるだけで、MPI そのものはですね、あのプログラムとかライブラリーではないですね。はい、それで、あのこちらにですね、えー、MPI フォーラムとかですね、あ,のあとこのアルゴンヌ国立研究所、これ、MPI を作っているところの中心的な機関の一つなんですけれども、 そこにあるですね、あのこれは、えっ、ー、と、あれ。ちょっと待ってくださいね。はい、こちらの MPI の、えっ、ー、とですね、フォーラムというところにはこの仕様があります。それでなんかこの、こっちの方はなんか、リンクが外れてるみたいな、ちょっと後でまたあの調べ直して、えっ、ー、と、訂正します。すいません。 それで歴史としては、ね、1992年です、ね、もう今から30年近く前に、この NPI フォーラムというものが、あのまあ、産学官のです、ねえーまあ、共同体としてできまして、えーと、企画が話し合われて、その中で実装が進んでいるということで、もう94年にはです、ねこのえー、最初の企画ができていたそうです。で今でもです、ね、あの年に3、4回ぐらい、この NPI フォーラムの会合というのは行われていまして、 まあ日本からもあの何人かの方が参加しているようです。まあ、主にあの計算機メーカーの方が最近多いようですよね。で、あの今、えー、MPI4 ですかね、の企画というのがあの検討されているというふうに聞いています。実装としてはいろいろありまして、あのー、えっ、ー、とですね、えーまあ、MPitch というのが比較的有名で、これ、アルゴンの国立研究所で作られたものです。あとはそのオープン MPI とか M1Pitch、まあ、いろいろな実装があります。 あとあ、各あのベンダーですね、各会社がですねあの自分の,あのハードウェア用に最適化したものを作っていますけれども、と今日皆さんにお使いいただくのは、ですねあのインテルの CPU ですので、インテル MPI という、ですねまあインテルさんがあの自社のハードウェア用に最適化されたもので、っと元はた多分 MPICH じゃないかと思うんですけど、ここら辺のですねオープンソースを元にしています。 C、C++、フォートラ、Java、えー、と最近は Python のバージョンというのがあるみたいですけどね、さまざまな高級言語から呼ぶことができて、ユニックス、リニックス、それから Windows、あと MacOS などの OS もサポートしています。で、あのー、まあ、MPI が普及した理由なんですけども、やはりこの規格統一というのがですね、あのかなりきっちりやられていてですね、 あのまあ、どんな計算機からでも動きますしあのいろんなところから呼び出すことができるというのが非常に重要だったと思います。あとあのフリーの,、ね、あのソフトウェアがいくつか存在していて、MPitch だけではないんですけれどもあのそれが非常に重要だったと思います。であのまあ、同じような試みとして PVM というのがちょうど30年ぐらい前にあったんですがこちらは、まあ、あまりそれほど広がっていないですね。やはりななかなか えとしっかりしたユーザーグループとかそういうものがないとあの広がっていかないという例の一つではないかと思います。まあ、参考文献は、まあ、いくつかありますけれども、まあ、どれもですねあの通して読むには結構な分量で、あの読むのがつらいところもありますので、あの後からもお話し,しますけれども、まあ、MPI に関してはあの、まず必要最低限の、えー、関数の使い方をあの学んでいただいて、その後、ね、あの詳しいことを勉強していただくというのがよろしいかと思います。 ちょっとお待ちくださいね。これ、これが、これは多分つながるんですね。はい。こちらにつないでいただくとですね、それぞれの,の MPI の関数のですね、いろいろなこの使い方ですね、要はこの引数の中身と、えー、とどういう風にやればいいかっていうようなことが、えー、書かれていますので、まあ、ご参考にしていただければと思います。はい。えー、っと、多分ですね、この、これをですね、そっちを引いてたのかな。まあ、ちょっと後であの調べておきます。 それで、MPI を学ぶにあたってなんですけれども、あの基本的にはあのこの講義で扱うのは、その MPI1 というですね、一番あの最初の、えー、とスペックに基づくものです。まあ、MPI2 以降でいろいろな便利な機能っていうのはあるんですけども、まああの、それほど広く使われているわけでもありませんし、あのまず最低限のものを、えー、やっていただければあの十分だと思います。 でまあ、実習はやっぱり非常に重要で、あのプログラミングというのもあるんですけれども、あのなかなかですね、引数が多くて、えー、割と分かりにくいところもあるので、まずはあの実例を見て、ですね動かしていただくというところから始めていただければと思いますで。午前中にちょっと話した、この SPMD のオペレーションというのがです、ね、この API の基本になっていて、これがあの並列有限要素法の,あの、えー、とパラダイムとしても非常に重要なんですけれども、えー、とこれをですね、あのあのとにかく 習得していただくというか、その掴むっていうんですかねあの、なんか頭で理解するとかいうよりは、そのえー、感覚として掴むということがあの非常に重要ではないかというふうに考えています。はいまあ、基本的には各プロセスでは同じことをやるんだけど、データが違うということですね、ここら辺のところが、やはりなかなかあの、えー、と普通に考えていると分かりにくいところなので、それをあのいかに知っていただくというのが重要ではないかと私は思っています。 はいまあ、こちらがあの午前中お見せしたいですね。で、まあ、この絵がですね理解できれば、ですね基本的にこのあのあもちろんその細かい文法とか除いてですけれども、まあ、MPI は9割方理解できたことになるんではないかと思います。で、なかなかですね、あのこの専門の学生にも、ですねこの考え方を教えるってなかなか難しいっていうふうにあの、えー、聞いているので。えー まあ、なかなか大変なのかもしれませんけども、ぜひね、そこのところをあの、えー、習得していただければと思います、まあ。いくつか用語があるんですけれども、あのまあ、この分野の技術の進歩って非常にあの急速ででしてねあので、かつこの講義の資料って大体最近、十数年の間に、まあ、あの書き足し書き足し作ってきたところがあるんで、やや用語に不整合なところがありますので、ちょっとそこだけあらかじめあの、えーえー、お詫びしておきます。 プロセッサーとかコアっていうのがですね、まあ、ハードウェアとしての演算装置で、まあ、シングルコアの場合のプロセッサーですと、あのプロセッサーイコロコアなんですけど、まあ、最近はもうほぼマルチコアのものが中心ですので、必ずしも同義ではありません。でプロセスというのはですね、この MPI 計算のための実行の単位で、えー、とハードウェア的なコアとほぼ同義です。で、あのこの講義ではですね、OpenMP とのハイブリッドっていうのは考えませんので、あのハードウェア的なコアとほぼ同義と考えていただいて結構です。 1であの一つのプロセッサーあるいはコアで,です、ね、複数のプロセスを起動する場合も、えー、あります、はいまあ。効率は若干落ちますけれども。あとですね、PE という言葉ですね、これ、プロセッシングエレメントの略なんですけれども、この言葉を結構いろんなところで使っています。あの午前中の資料でも出てきたと思うんですけれども、で本来、これはです、ね、ハードウェア的なプロセッサーの意味なんですけれども、あのこの講義では、あの割とソフトウェア的なあのプロセスの意味で使うことも多いですし。 あとあ、領域分割した場合のですね、領域とあの同じような意味でも使ってますので、ちょっとあのこの PE という言葉についてだけは注意してください。はい、同じですね。はい、繰り返しますけど、決して難しいものではないですね。で、文法を教える行為はですね、私、普段もですね、105分の講義でまあ大体3回、賞味3回程度で済ませてるんですね。ですので、今日はあまり時間はありませんけれども、あの まあ、触りの部分はある程度、あの、あまり、その、はしょらずに、あの、ええー、ご説明できるではないかと思います。まあ、とにかく、この SPMD の考え方をつかむことというのが、えー、重要です。はい。まあ、いいや。はい。今90分なんでね。まあ、あの、90分だった時代は5コマぐらいでやってましたけどね。はい。で、あの、まあ、MPI の基礎ということでですね、まず、あの、えー、プログラミング言語を えと学ぶときは、ハローワールドっていうのを書きますので、ここでもですね、このハローワールドというのを、まずは書いてみたいと思います。ではですね、皆さん、オークブリッジ CX にログインしていただいてですね、このご自分のディレクトリに行ってください。この t 0, 0、えー、まあ3つ数字が多分並んでる、6からな始まってる数字じゃないかと思いますけど、も並んでると思いますけども、これ、自分の番号を打ってください。このアスタリスクではありません。 であのその次にですね、このワークというディレクトリに行ってください。はい。あの、えー、っとですね、これ、どっかに書いたかな。えー、っと、必ずですね、このワークというディレクトリに入って作業していただくようにお願いいたします。で、そこにですね、GT00、えー、T00 GT、えー、というところが自分のディレクトリですの、ね、で、そこに行ってください。 でそこにですね、p f m という、これ名前どうでもいいですけれども、あのご自分の好きな名前で結構ですが、あのディレクトリを、えー、作ってください。で、そこにあの、えーえー、入っていただきます。それで次はですねあの、コピーをしてください。で、あの私のですね、えー、Z30088 の下にですね、えー、とクラス EPS というディレクトリがありますので、フォートランの方はこの SHF.tar、えー、C の方は s h f t a c.tar というのを、えー、コピーしてください。で、それをですね、あの回答していただくようにお願いします。するとですね、その下に mpi、さらにその下に s1 というディレクトリができておりますので、それを確認してください。あのコピーをするときにはですね、このブランクドットというのを忘れないようにしてください。あのこれがないとあのコピー先があの指定できませんので、えー、っとこれはですね、今自分がいるところにあのこのファイルをコピーすると、えー、同じ名前でコピーするという意味ですので、 忘れないようにしてください。では、ちょっとまずここまでやってみていただけますでしょうか。で、あの、何か問題があったら手を挙げてください。えー、っとですね、よくあるのがパーミッションがかかっていてコピーができないとかいうことがあるのですが、多分今日はそれは大丈夫だと思いますが、念のため、もし何かあったら、えー、手を挙げてください。私は実は普段はこの テテラテラタームというのを使っております。あれ、おかしどうしたね。あ、入りました、ね、えっ、ー、と、ワークのですね、この g t ゼロゼロというところに、えー、行ってください。それで 私はまあ自分のところに行きますので、Z30 から88ですね。それで、あ、あ、入りますプラス EPS。あれこれひょっとして、皆さんコピーできてますかえっ、ー、と、何か問題はありますでしょうか大丈夫ですかね。はい。それでですね、えっ、ー、と、ターの、えっ、ー、と、XVF のですね、 えっと、s1c.tar とやると、こ、まあ、この下にですね、mpi というのと、さらにその下に s1 というのができますので、まあ,あの、そちらへ行ってください。よろしいでしょうかね。そしたらですね、そこにですね、hello.f とか hello.c というのがあります。あの基本はですね、あのこの、えっ、ー とハローワールドというのを書いてる、えー、ところがあります。ライトとかプリント F とかやってですね。で、その前後で MPI なんとかっていう関数をあの合計4つ呼んでますよね。まあ、それ以外はまあ普通の C とかフォートランのプログラムなんですけども、えー、っとそういうあの非常に単純なプログラムです。ではですね、まずあのコンパイルしてみましょう。あの上の段がフォートランで下の段が CEO で、あの ちょっとあえてですね、あの複雑な、えー、とオプションをつけてあります。これ、実はうとマイナス O3 だけでもできるんですけども、あの一応、えっ、ー、と、オプションをつけておきます。で、この m p i トとか MPI-ICC というのは、インテルのフォートランないし C、プラス MPA によって、まあ、プログラムをコンパイルする際に必要な、えー、コンパイラー、ライブラリーとがバインドされています。ですから、あの、 まあフォートランで言うと G フォートランとかね、C で言うと GCC とか、それとまあ基本的には同じものです。はい、MPI のものが入っているということですね。はい、そしたらですね、えー、っとじゃコンパイルをしてみましょう。えー、っと、あとっ,、えー、っと MP、MPIIC のマイナスアライですね。で、マイナス O3 のですね。ちょっとこれ見ないと。 見ないと思い出せないですね。えー、っと、マイナス AX コア、AVX512 ですね。それで、えー、っと、ハロードットですね。で、これですね、あの、コピペをしないでくださいね。あの、パワーポイントだといいんですけど、あの PDF だと、あの、ま、あ結構このブランクのところに、あのまあ、あパワーポイントでも同じですけどね。えー、っと、 いわゆるマルチバイトキャラクターが入ってたりすることもあるので、あのコピピはしないであのタイプしてください。するとですね、あのここにですね、a.out というのができます。これ、名前を何も指定しませんので、a.out というのができますので、これがあの実行形式です。で、これができたらですね、次はあのジョブを実行していただきます。であのジョブの実行はですね、あのまあ、普通のパソコンですと、この ドットスラッシュ a ドットアウトってやればあの実行してくれるんですけども、えー、とバッチジョブのみですであの。インタラクティブの実行はですね、あのまあ、今回皆さん教育ユーザーということでお使いいただいてるんですけども、えー、とその場合にはあのインタラクティブの実行はできませんので、必ずあのバッチでやってくださいで。バッチジョブでやる場合には、このジョブスクリプトを書いて、えー、それを投入してで、状態を確認して結果を見るというようなものです。 それであの実行するときにはですねあの56コア1ノードにあるんですけれども、あの1ノード、えー、最低1ノードが、えー、占有されます。で、あの他のユーザーがですね同じノードを使って同時に実行するようなことはありませんので、まあ、あのご,ご安心くださいと言いますかねあの、えー、そういうことです。で、こちらがですね、hello.sh というのが、ですねあの皆さんのこのディレクトリの中にあるかと思いますけれども。 こちらがあの実行するときにですね、あの扱うものです。で、えっ、ー、と、多分内容がですね、若干これと違っておりますので、これに合うようにあの直していただければと思います。で、えっ、ー、とですね、C とフォーターンでもしかしたら若干違うかもしれませんが、えっ、ー、とですね、hello.sh、まあ、こんな感じになっていますね。で、おそらくですね、このリソースグループというのがレクチャーになっているので、これはあのチュートリアルに直してください。あとこの GT、あ、すいません。 これ GT39 じゃないですね。GT00 です。すみません。これ一番重要なところですけど。GT00 にしてくださいね。これフォートランの方も C の方も一緒です。えー、っと。もしかしたら GT37 になってるかもしれないので、あの、えー、っとですね。hello.sh をですね。えー、っと、レクチャーをチュートリアル。 GT37 を GT00 にしてください。えー、っと、hello.sh。まあ、こちらが、あの、えー、っと、正しい形になりますので、このチュートリアルとですね、あと GT00 というふうにしてください。で、あの、この PJM に続いていろいろパラメータがあって、パラメータっていうか、あの、えー、っと、比数があって、その後パラメータがついてる感じなんですけども、 このマイナス N っていうのはジョブの名前です。で、これはあの実行したときに、あのー、この、この場合ですと、このハローというのが、えー、っと、その実行しているジョブとして出てきます。なんで、あのいくつか同時に実行するときにはですね、このマイナス、ラージ n のこの後をですね、変えていただくと、まあ、どれが流れているかというのがわかります。あと、この次のリソースグループですね、RSC グループチュートリアルっていうのは、これ非常に重要で、まあ、あのどこの,あの部分を使うか このどの,あのリソースが使えるかというのはです、ね、この GT なんとかというのと結びついていてですね、えーと、皆さんはこのチュートリアルというのと、あのレクチャーというのを使います。まあ、その説明については後でやりますけれども、今はこのチュートリアルを使ってください。えー、と次がノードですね。これはノード数で、あの今回はあのノード数1でいいです。で次が m p i プロックというのは m p i のプロセス数で、 えと今、1ノード使ってますので、全部で56プロセスまで使えるんですが、まあ、今回はあの4プロセスですね。使ってやっていただきます。で次のこのエラプスというのが、えっ、ー、と、そっか、これ。あれだな。えっ、ー、と、なんか質問がありますか。ちょっと待ってくださいね。えー、っと、はい。 えっと、あとなんかも、もっと質問あるんですかえー、っと、チュートリアルですね。はい。なんか、続いが違ってるあ、ほんと、チューロリアルになってますね。失礼しました。チュートリアルですね。はい、チュートリアルにしてください。はい。それで、えー、っとですね、あの、 今、こういうふうになっているかと思います。で、最後のですね、この mpi-exec.hydra、マイナス n なんとかって書いてあるんですけども、えっと、この m p i e x e c h y d r っていうのは、この mpi のジョブを走らせるためのコマンドと思ってください。で、このマイナス n の後にですね、この p j m p i p r o c と書いてありましたけど、ここにはですね、ここに m p i p ロ o c イコール何がしと書いてある数字が入ります。 で、a.out とスラッシュ、ドットスラッシュ a.out というのがあの実行形式のファイル名です、はい。で、このノードとかですね、この m p i プロックを変えることによって、いろいろな、えー、っと設定を試すことができます。今は、あのえー、っと1ノードで4プロセスという場合なんですけれども、まあ、先ほど申し上げましたようにですね、えー、っと1ノードで最大56プロセスまで使うことができます。 それで、えーと、例えば、あの4で128って書くとですねあの、えーと、1ノードあたり32プロセスでですねあの4ノード使います。であの8ノードで256と書くとですね、まあ、32プロセスかける8ってことになりますね。であの全部で56コアありますので、えー、と最大448コアまで使えるということになります。はいまあ、これの数字をあの指定して実行していただくということになります。 それであの実行するときはですね、あの先ほど修正したハロー .sh に対してですね、えー、pjsub のブランクハロ、えー、Hello. .sh というふうにしていただくとあの実行がされます。それでですねあの、なんかこれ最近時間がかかってですねあの、ちょっと時間がかかるので、まずとりあえずこの pjsub のブランクのハロー .sh と、えー、書いて、えー、投入してください。であの ちゃんと受け付けられると、ですね、このサブミットっていうのが出ます。で、あの、さっきみたいにですね、チュートリアルをなんか、つり間違えてたりとか、あと時間がですね、制限時間を超えてたりとか、あとこのグループ名が違ってたりすると、あのそれ使えませんよって怒られますので、まあ、あのえー、こうやって投入されれば大丈夫です。で、p j スタッドって打っていただくとですね、あの、今、皆さんが投入したですね、えー、ものが多分こういう9度という状態になっているかと思います。 であのー度ってはこれ、実行待ちの状態ですね。はい。で、あの、ジョブネームというのはここに表示されています。で、プロジェクトというのが GT00 というですね、あの、このさっき打ち直していただいたこちらですね。で、リソースグループはそのチュートリアルというふうになっていてですね、これ、もうしばらくするとあの実行が始まります。えっ、ー、とね、大体30秒から2分ぐらい今、経つということで、ちょっとですね、今、このオークブリッジ CX 自体がすごく混んでてですね、 いやいやこのリソースのの割り当てに時間がかかるみたいなんですねあの、えっと、このチュートリアルはちょっと別のところを使ってはいるんですけどね。はい。なんで、少しあのこの状態であのお待ちていただいている間、少し先の説明をします。で、あの結果がハロー .list っていうところに出てきます。で、このハロー .list っていうのが出てくるところはですね、さっきちょっと説明をし忘れたんですけども、ハロー .sh のところにですね、あの最後に2つこういう あ,のありますけれどもこのマイナス E というのはこのエラー出力のファイル名です。これ、このは ERR というところにエラーが出るようになっています。このマイナススモール O というのがあの出力のファイルの名前で、スロえー、ハロー .list というところにあの計算結果が出力されるようになっています。でまあ、そのときにです、ね、このハローワールドというのを、まあ、4つ書いたものが出てくるはずですので、まあ、ちょっとこれは後のお楽しみにしてください。それで、えー そうですね、この利用可能な Q というのが、まあ、あのリソースグループと言われているものなんですけども、2種類使えるようになっています。であのレクチャーというのがです、ね、あの8ノード448個で15分まで使えます。それであの今日、えー、っとですね、ちょうどです、ね、元旦の9時まで皆さんのユーザー ID 使えますので。 えとその間までは、このレクチャーというところを使いますが、これはあの他の講義を取っている人とかとも共用なので、若干あの混んでいる可能性がありますで。このチュートリアルというのは、すね、あの,今日のです、ねえー、と6時まであの優先的に使えるものなので、今日のですね,間はですねあの,今日の6時までの間は、このチュートリアルを使ってやってください。えー、とレクチャーよりは多くのジョブを投入、えー、可能で,です、ねあの、若干優先度を上げてあるんですけれども、 なかなかですね、実行にかかるのに、今ちょっと時間がかかる状況ですいません。で、いろいろなコマンドがあります。で、あの実行するときにはですね、さっきあのご説明したようにですね、これなんか、行が変わっちゃってますけれども、PJSub のスクリプトネームというふうにしていただくと、ジョブを実行します。あの実行状況を見るのに PJStat っていうのがあります。あと、停止したいときには、PJDel のジョブ ID というのを入れます。 であとですね、この p j スタッドにいろいろオプションをつけると、いろいろ他の情報を見ることができますので、ちょっと実例をお見せしながら、えー、紹介していきたいと思います。例えばですね、51.sh と 52.sh というのはですね、こう続けて投入するんですね。するとですね、あのまあ、先に投入した51の方がテスト1なんで、そっちがランニングの状態になっています。あの実行状態になると、ランニングと出ます。で、9度っていうのがこの待ち状態ですね。 でこれがジョブ ID、6桁の番号が出てきます。それでですね、あのまあ、しばらくするとまあ両方とも実行が始まるわけですね。で、ちょっと気分,気分が変わってというか、まあ、間違いを発見してです、ね、この、えー、とテスト2の方をもうちょっとやめたいという場合ですね、そういうときには p j デルのこの番号を入れてやるとですね、あのこの292020の方はキャンセルされます。p j スタットってタイプしてやると、あのまあ、このね、 テスト2ののななくなっているのが分かりますよね、はい。それでしばらくして PJSTAT とやってみてあの、まあ、ここに何も書かれていなかったらですね、このテスト1の方も終わったということになります。PJSTAT の、えー、とマイナス、マイナス RSC とやってやるとですね、これ皆さんがお使いになれるこのリソースグループというのが出てきます,で、えーとですねあの。基本的にはこのレクチャーとチュートリアルが使えるはずです。 ただですね、今日の6時を過ぎるとですね、このチュートリアルの方はディスエーブルストップになります。するとですね、あのこれもう使えないですね。ですので、こうやってですね、このイネーブルスタートになっているものだけあの使えますので、き、まあ、今日の6時を過ぎたらあの、レクチャーに書き換えていただきます。はい、あとはですね、いろいろなですね、あの各、えー、とリソースグループの制限ですね、あの使える濃度数とか実行時間の上限とかですね。 あのまあ、そういうものが、えー、いろんな情報で見られるようになっておりますので、まあ、こちらは参考にしてください,、はい。そしたらですね、ちょっと行ってみましょうかね。あの多分さすがにもう終わってると思いますので。はい、これで pjstat で n o u n f i n i s h e d j o b というふうに出てきたら、これで実行が終了したということになります。それで、えー、っとですね、あのテスト ハロー .list ですね。ハ、え、ロー、Hello. .list というのが、えー、ありますので、えー、ちょうど1時半ぐらいに出てきますね。これがあの、えー、答えです。これをタイプしてやるとですね、こういうふうに、ハローワールドというのは4つ書かれていますで。この数字はですね、MPI のプロセス番号です。今、あの4プロセスで実行しましたので。 あの0から3までの数字なんですけども、これは終わった順番にランダムに書き込んでいくので、この0、1、2、3の順番は、必ずしもあのこれと同じでもないですし、0、1、2、3の順番でもありません。はい、これはまあ人によって変わると思いますけどもで、多分フォートランの人はですね、この辺り4っていうのも一緒に書かれてるかと思いますけども、まあ、基本的にはこういうね、あのプロセス ID が書き出されているというのが正しい、正しい答えということになります。 えっと、ここまでで何か、あの、ご質問とか、問題点はありますでしょうか皆さん、無事、終了しましたでしょうかね。まあ、あの、計算、ってか、もう、計算なんかするところ、ほとんどないんで、もう、割と一瞬にして終わるんですけど、なんか、待ち時間の方がよっぽど長いんですよね。ちょっとそこら辺、どうも、すいません。えー、っと、いろいろと改善をしてもらうようにお願いはしてるんですが、なかなか、ちょっと今、あの、いろいろな状況で難しいようですよね。 ちょっと少しそこら辺はあの、えー、と不自由をおかけしまして、すみません。よろしいでしょうかね何かご質問などはありますかはい。ですので、あのまあ、もし MPI、今日初めてやるという方がいらっしゃったら、これが記念すべき MPI の最初のプログラムの実行ということになります。だいたい最初は Hello っていうのを書くのが、Hello World ーー書くのが普通ですので、えーまあ、同じようなことをやったと。 いうことですで今あの、プログラム、えー、と C とフォートラン版両方書いてありますけど、上がフォートランで下が C ですね。で、あのインクルード m p i f h とか m p i h というのをインクルードしておりますけど、こちらの環境変数のデフォルト値で、えー、とフォートランの場合はこれの代わりにです、ね、use OMPI というふうにすることもできます。フォートラン90以降ですけども。はい それであの、このライトとかプリント F の前後にですね、MPI イニット、コムサイズ、コムランク、ファイナライズというあの4つの関数を呼んでますけれども、まあ、イニットとファイナライズはですね、あの見ての通り初期化と、えー、終了ですで。コムサイズというのはあのプロセス数を取得するということで、今回の場合はですねあの、4プロセス使っていたわけなんですけれども、プログラムの中には4プロセス使ってるなんて全然書いてないんですよね。あ,のあくまでも書かれているのは、あのこの えっとシェルスクリプトの上に4って書いてあるだけなんですね。なので、この4という数字をですね、このプログラムの中にあの持ってくるというのが、この MPI コムサイズの役割です。同じようにコムランクというのは、今自分が実行しているあのプログラムのランク番号です。ですから、このランク番号というのは、0から始まってますけども、各プロセスごとに違います、はい。で、それをですね、こうやって書き出してるってことなんですね。フォートランがマイランクで C はマイ ID になってますけども。 フォートランと C の違い、まあ皆さんどっちか書かれるので、あまりあの関係ないかもしれませんけれども、ほとんどインターフェース同じです。ただ、C はですね、大文字と小文字の区別がありますので、そこら辺ちょっと厳密になっておりまして、えー、m p i、えー、m p i の関数は m p i アンダースコアで始まるんですけれども、m p i とあと最初の1文字は必ず大文字で、あとは必ず小文字というふうに決まっています。 でフォートランの場合は、ですねあのエラーコードの戻り値というのを引数の最後に指定する必要があります。まあ、あの整数なんでね、この i エラーってしてますけど、こんな感じで引数の最後にこういうのがあるんですけども、の C の場合はですねあの関数の値自体がまあエラーの戻り値になってますので、この引数はありません。まあ、それはあの大きな違いです。で C はですねあの変数の特殊な型がたくさんあります。あのデータタイプとかですね。 オペレーションとか、あのフォートランだと全部これ整数なんですけども、C はえーっとそこら辺が全部タイプが違っているので、えー、ご注意ください。で最初に言えば m p i ニットだけはねちょっとあのインターフェースが違っておりますので、まあ、これもまあお前じない的なものですので、はい、この通り書いていただければと思います。でまあこれ何やってるのかってことですね、今、フォートランじゃないや C のプログラムをお見せしておりますけれども、であのこちら側のシェルスクリプトです。 でこの MPI ランですねあの、これちょっとあのシェルスクリプトと違うやつなんですけれどもあの、4つのプロセスが、えー、立ち上がりますで。今の場合にはですね、あのえー、とあのプロセス4ですよねで。同じプログラムは4つ流れて、ですねあのデータの値を、えー、書き出します、はいであの。こちらはですね NumProx というのがあの4という数字をもらっていくるわけですね。MyID というのが自分の,あの,このランク番号です。 で、あのハローワールドと一緒にですね、MyID をこうやって書き出しているということで、えー、と4つのプロセスはですね、同じことをやっているんですけれども、データとして取得したプロセス ID、すなわちこのマイ i d だけは異なってるんですよね。ですから結果として各プロセスは異なった出力をやっていることになりますので、まあ、これ非常に原始的な形ではありますけれども、SPMD なんですね。はい、あの違う値を読んできて、違う値を こうやって書き出しているというところで、SPMD の非常に原始的な形であるというふうに考えてください。ですから、これが4つ走りますので、それぞれ違った値が、先ほどのハロー .list の方に書き出されているということです。ではですね、あのまあ、こういうことをやっているということですね。で各あの、まあ、ステートメントの中身を説明していきたいと思います。この mpi.h とか mpif.h というのは、 まあ、MPI に関連したさまざまなパラメータおよび初期値を記述しています。で、ここに入っている変数名は必ず MPI アンダースコアから始まっておりますので、であのここで指定してある数字というのは変えちゃいけないんですよね。ですので、毎日あの名前がバッティングするといけませんので、MPI アンダースコアで始めるような変数名はなるべく付けないでください。どうしても付けたい場合は、MyMPI とかね、なんかそういうふうにして区別がつくようにしてください。 であの、基本的にですね、えー、とこれ、インクルードファイルなんで、同じディレクトにある必要があるのですが、あのこれは必要ないです。で、えー、MPI4 とか MPI-ICC をあの、えー、でコンパイルすると、ですね、自動的にですね、あのシステムで定義されているこの MPIF.h とか MPI.h というのがあのインクルードされますので、何もしなくて大丈夫です。 下手にですね、なんかあの違う値,値じゃない、違うファイルを自分のディレクトリに置い,置いとくと、ね、そちらが優先されてしまう場合がありますので、えー、っと、これ、MPI もバージョンによってですね、あの、環境変数とかその値とかが違ってる可能性がありますので、あの、えー、っと、まあ、MPI なんとか .h は置かないでください。ですね。はい。MPI イニットはですね、まあ、こちらは必須の関数です。で、MPI を起動して、 えっと他の MPI 関数より前にコーる必要があるというのが、あの使用上の定義なんですけれども、まあ、あの私の経験ではです、ね、MPI 使う場合には、全実行文の一番最初にこの MPI イニットを置くというのが、えー、よろしいかと思います、はいで。ファイナライズが終わらせる方ですね、あのこちらも同じで、えー、必須です。で、あの、えー MPI の最後に置きなさいというのが仕様ですけれども、あのまあ、全体の最後に置いていただくのがよろしいかと思います。はい、でこれを忘れるとですねあの、プログラム終わったのにですね終わってないことになっちゃうんですよね。ですので、あのそのままジョブがですねあの実行しているあの Q とかの上に残ってしまう場合がありますので注意してください。それであのスパコンの場合はですねある一定時間が経過すると消えますけれども、例えばあの 15分って指定してです、ね、あの1分ぐらいで終わってもです、ね、あの15分消えない場合があるんですよね。するとです、ね、あの15分分のお金を取られる場合がありますので、気をつけてください。あの今回、皆さんはあのお金取られませんので大丈夫ですけれども、えー、と実際にです、ね、あの普通のユーザーとしてやる場合にはあの利用負担金を払っていただきますので、そういうのが、えー、と使ってないのに使ったことになってしまう場合があります。あとあの ご自分のですね研究室とか自分のパソコン上に MPI インストールして使うような場合に、ですねこれ忘れると、ですね、うん、まあそのジョブが落ちないんであの、いわゆるゾンビプロセスみたいなのがどんどん増えていってしまう可能性がありますので、まあ、こちらもご注意ください。MPI コムサイズというのが、ですねこれはあのコミュニケーターというもので指定されたグループに含まれるプロセス数の合計がサイズに戻るというので、必須ではないんですけども、利用することが多い。ので MPICOM サイズの比数は COM とです、ね、サイズで、COM というのがタイプが MPICOM MP ですねで。コミュニケーターを指定します。でサイズというのがあの整数ですねで。COM で指定されたグループ内に含まれるプロセス数の合計ということになります。はい、ですので、このコミュニケーター、このサイズはいいですよね。サイズはこの、えー、っと合計のプロセス数でいいんですけども、 じゃあ、このコミュニケーターって何なのかなんです、ね、で通信を実施するための,あのプロセスのグループを示します。MPI において通信を実施する単位として必ず指定する必要があります。すべての通信はですね、このコミュニケーター単位で行われますので、これが指定されないと通信ができません。まあ、MPI ラン、ナイスこの MPI エグゼクトで起動した全プロセスはですね、デフォルトでこの MPI コンワールドというコミュニケーターで表せるグループに必ず属します。 であのー、この授業では実はこれしか使わないので、まあ、これだけ考えていればいいんですけれども、まあ、複数のコミュニケーターを使用してですね、いろいろと複雑なこともできます。ですので、まあ、これ見ていただくと、これ、MPI コムワールドになってますよね。ですので、こういうふうに指定しておけば、あの何もえ考えることはありません。まあ、コミュニケーターはですね、あの例えば、これはそのマントルとらあの,近くのシミュレーションと、確かを別々の グループにすするようなことができます、はいまあ、実際に、ね、あのこの複数のコミュニケーターを使ってやった計算についてちょっとご紹介しておきます。でこれはの地盤と石油タンクの振動の問題で、えー、とこう地盤が揺れてです、ね、このタンクにあの,の底にです、ね、振動が伝わって、それで、えー、タンクが揺れて、タンクの中には石油も入っているんですねあの。ポテンシャル流れですけれどもあの、そういうのが入っていて、タンクの液面が揺れるというふうになって まあこれ、連星と言ってますけど、まあ、あの一方向の伝達なんで、まあ、厳密にはカップルしているとは言えませんけど、まあ、別々のものがこうやって動いているということです。であのこの地盤の部分は並列計算なんですけど、1タンクはあの1プロセッサーで計算していて、CR 計算になっています。まあ、これはですね、あのまあ、経緯を話すと長いんですけれども、まあ、2003年に十勝沖地震っていうのがあってですね、 えーとその時にですねあの長周期波動っていうのが、えー、起きて、ですねあの、まあ、震源地はこの十勝沖ってここだったんですけども、まあ、何百キロから離れたこの苫小牧っていうところは、まあ、これ工業地帯でですね、あのこれ、石油の備蓄タンクがいっぱいあるんですけども、あのちょうどですねあの地震波の波動が、ですねこの、えー、と石油タンクの,あの振動数というか、えー、と固有波長ですね、と一致してですね、 ものすごいこれが揺れたんですね。で揺れてるうちにその液面があの非常にあの大規模に揺れ出して、であのこの金具が擦れて火花が散ってあの大火事になってしまったとこれ2003年のことなんですけどね。まあ地震も結構な規模だったんですけれどもあのこのあの火災がですねすごく大規模でなかなか消えなかったということで話題になりました。まあこれあの消防車とかヘリコプターでとても消せないんでもう石油が燃え尽きるまで待つしかないというような。 まあ、状況だったらしいですね、はいでまあ、あのこれはあの地震研の,あの知り合いにちょっと借りてきたんですけれども、まああの、地震波はいろいろなあのこの波長の成分を含んでいて、ですねその特徴によってですね揺れる建物の大きさというのは違うんですよね。はい、ですので、この苫小牧、十日町近の地震の場合はですね非常にこの固有周期が、えー、と長いです、ねえー、ものが。 であの今回はですね、あの割とこの浅いところとですね、この、えー、タンクを取り出した計算をやってみたいということで、えーとまあ、これは作った人の名前が書いてあるだけなんですけども、えーと、実は NPR の,のフォートランと C のプログラムをつなげることも簡単にできまして、えー、と地盤のところはフォートラン、えー、とタンクのところは C でえ書かれています。はいでまあ、コミュニケーターを用意してですね、まあ、実際にこ,の、えー、とこちら側から入ってきたような計算をしたと。で まあこれが動画ですね。はいまあ、これ、液面がこうやって揺れているのが分かるかと思いますけれども、この赤とか青はですねあの赤が正の,あのこの X 方向の変異で、青が負の方向の変異です。はい、はいまあ、こんな感じでや、えー、るんですね。で、コムランクというのは、あのさっきのサイズの蚊にこのようにランクというものが入っているんですね。これはあの、えー、とプロセス ID、えー、と0ンから始まるものが、えー、取り出される。 あとはですね、このアブオートっていうのはですね、まあ、MPI プロセスを異常終了するときなどに使います。あと、W タイムっていうのは、これ、割と便利な関数でして、あの計算時間を計、えー、ります。で、あの、まあ、フォートランドとか C で時間計ったことは皆さんあるかと思いますけれども、えっと、MPIW タイムというです、ね、関数をこう2箇所にこうやって入れてあるんですね。それで、2回読んでやってですね、この値の差を取ってやると、まあ、ここからここまでの計算時間が、えー、出ると。 ということになりますあの通信時間とももちろん含みます。はい、で、この関数の値はですねあの、ダブルプレシジョンになっているんであの、ご注意ください。で、あまり短い時間はですね、あまり精度がよくありません。で、どのぐらいの精度まで測れるかっていうあの関数がですね、この WTIC っていう関数で、えーと、これをですね、実行してですね、WTIC の値を書かせるとですね、どのぐらいの単位まで、えー、と測れるかというのを、えー、見ることができます。 大体のマイクロセックですね、10のマイナス6乗のオーダーです。それで、えー、とこの MPIW タイムに関してはですね、あのーまあ、実行した例がありあの、プログラムの例がありますので、後であの、えー、とで見ていただければと思いますけれども、タイムドット C とかタイムドット F という、これ、ループをいっぱい回す,です、ね、あのもので、えーと、時間を測っています。 で時間、出てくる時間、ちょっとこれとは違うと思いますけれども、まあ、大体各プロセスあの、別々に計算やりますので、ちょっとずつ違った時間が出てくる可能性があります。はい、で実行するときは、この 54.sh というのを使いますけれども、あのこちらはあのこんな感じになっておりまして、えーっと、ちょっとこれとは内容が違いますので、このチュートリアルと GT00 に必ず直すようにしてください。これは4プロセス流すためのものです。 まあちょっとせっかくだから中身だけ見せておきましょうかね。えー、っと、タイムノットの C というのはこんな感じでですね。えー、っと、MPI イニットコムサイズコムランク読んだ後ですね、タイムスタートとあと,、えー、っとタイムエンドというのがあります。それでその間ですね、A イコール1.0というのをこの N ループ分だけですね、あの、多分これ 10, 10億とかそのぐらいあると思いますけども、それをずっと実行し続けていると。 で、WTIC はですね、これ、1プロセスで測れますので、あのーえー、MPI-CC とか MPI-Fort で、えー、とコンパイルしたらです、ね、この 51.sh っていうのを使ってです、ね、あの1プロセスで実行してみてください。するとあの、えー、とどのくらいの精度まで測れるかというのが出てきます。 あとはですね、m p i バリアっていうのがありますが、これは複数のプロセスを実行している場合に、ですね、あのまあ、全部のプロセスがこのバリアを通るまで待っているという、ね、そういう関数です。なので、これをやるとですね、結構計算効率が落ちたりするので、あの主にこれはデバッグ用ですねあの、ちゃんと全部のプロセスが途中で落ちてないかとか、そういうのを確認するのに使います。 以上、非常に簡単ですけれども、MPI の, MP I の,あの、まあ、導入部分についてお話ししました。えー、っと。ここまでで何かご質問はありますでしょうか。よろしいですか。そしたらですね、次はその集団通信というところに行きたいと思います。 で集団通信あの、あるいはグループ通信といいますあの、英語ですとコレクティブコミュニケーションというんですけれども、あのコミュニケーターで指定されるグループ全体にかかる通信ということで、あくまでこれ、コミュニケーターの中での通信ですけれども、まあ、今回はあの全プロセスがこの MPI コンワールドというところに入りまして、その,の MPI コンワールドの中での話ですので、まあ、あの全プロセスを対象にした通信といっても、まあ、間違いではありません。 まあ例としては、ですね、制御データの送信、例えばあるプロセスで読み込んで、ですね、それを他のプロセスに送るとか、ですね、あとあの全体での,そのグローバルな最大最小値とか、あと内積のようなですね、相和の計算みたいなものがあります。あと密行列の点値ですね、こういうことにも使われますま。今日はあの密行列の話はしません。で、あの、 まあ集団通信の例がいくつかありますけれども、まあ、ちょっとこれは後でまた紹介しますので、えー、っとこれはちょっと飛ばしましょうか。はい、ではですね、あのベクトルの内積、えー、分散ファイルの読み込みというです、ね、非常にあの基本的な計算についてご紹介いたします。まあ、大規模な全体データをです、ね、局所データに分割して、SPMD による並列計算を実施する。 場合のデータ構造について考えます。ということで、まあ、データ構造についてはですね先ほど少しお話をしました。で、あのまあ、これ、領域分割の話もですね、えー、と午前中の最後の方にちょっとしたかと思います。それで、あのこの局所データ構造をいかに定めるかというのが非常に重要であるということをお話したかと思います。で、ここではですね、あの長さ20のベクトルという、b ク p と BECS というのを考えてみましょう。 でベック P はあのー、全部ですね、あの成分が2です。で、ベック S が3です。ですから、あのー、内積はですね 2×3×20 っていうことになりますから、内積のことは120ですよね。ですので、まあ、これはもうあの、暗算でもできます。なんで、まあ、あの並列計算するというかケース、コンピューターで計算する必要すらないんですけどね、まああの、せっかくですので、ちょっとこれをやってみましょうということです。 でこちらがですね、あの先ほどの S1 というディレクトリにあるあの、まあ、いわゆる普通のフォートランとか C のプログラムです。はいまあ、あのまず最初に BECP と BECS の中身をこうやって、ね、あの指定してあります。で、この内積を計算して、あのまあ、実際に内積の値とか書いてるんですけども、それがあのこれ元々のですね、えー、っとあの、関数です。で、実はですね、あんまりやっちゃいけないんですけども、あのフォアグラウンドで計算することができます。 であのまあ、これだけちょっとだけやってもいいですけども、えー、GCC か i4 等を使ってですね MPI を使わないでコンパイルするとですねあのドットすら a.out であのログインノード上で動かすことができてですね結果はえと120というふうになります、まあ、ちょっとせっかくですの、ね、でやってみせてみましょうかねえっ、ー、とですねド ドット C ですね。はい。まあ、こんな感じになってます。で、ICC のマイナス、まあ、O3 にしておきましょうかね。ドット C とやりますと、A ドットアウトというのができます。で、これをあの走らせるとですね、はい。まあ、こうやって、あの、2と3の中身をずらっと書き出してですね、えっ、ー、と、内積の値は120ですよというふうに答えが出てくるということになります。 あのログインしたディレクあのノードで,です、ね、あんまり計算しちゃいけないことになっているので、あ,のあんまりこれはやらないでほしいんですけども、まああの、1回ぐらいはいいです。じゃあこれをです、ね、あの内積をですねあの計算してみましょうと、えー、並列に計算してみましょうということです。であの内積等を計算するためにです、ね、でこの MPIREDUCE という関数があります。MPIREDUCE というのはですね、えー、とコミュニケーター内の えと各プロセスの送信バッファーについてです、ね、演算 OP を実施しその結果を一つの受信プロセスルートの受信バッファーレ,レシーブバッファーといいますけどもそちらに関与、えー、格納しますであのこれはあのスカラーでもあの配列でもできますで相和とか積とか最大最小値あるいは論理的なあのアンドとかオアワの、えー、と計算もできるようになっています引数がで結構いっぱいあります で、あの、センドバッフ、レシーブバッフっていうのは、これが、まあ、送信バッファとレシーブバッファですね。で、こちらがですね、あのー、送る方の値ですね。で、レシーブバッフというのは受け取る方の値です。で、これは、型は2です。で、あの、えー、っと、センドバッファの方が i ですから、まあ,あの、えー、インプットですね。で、アウトプットがレシーブバッファということになります。それで、えー、っとですね、ちょっとここのですね、 戦闘アドレスっていうことは多分気になると思いますけれども、ちょっとここはあの今置いときます。それであのデータのタイプはですね、これ整数とか実数とか、あと倍精度、単精度、いろいろ送れますけれども、それを指定するのはこのデータタイプというもので、えー、っと、MPI、イントだったら整数、えー、フロートだったら単精度、ダブルだったら倍精度、えーえー、CHAR だったらキャラクターということになります。フォートラント C でね、ちょっとあの、 この指定のの仕方が違うので気をつけてください、はい、でこのデータタイプというのは、m p i データタイプという型を持っていまして、あのこのデータタイプによって、ですねあのこのセンドバフとかレシーブバフが整数になるか、実数になるかというようなことが決まります。カウントというのがです、ね、あのメッセージのサイズです。スカラーだったら1ですけれども、えー、とベクトルの,あのいくつかの成分を送るんだったら、まあ、複数、1でないあの整数が入ります。 OP というのは計算の種類です。で、あの、えー、っとですね、あの、MPI max, minimum, 合計積、あるいはその論理とか、えー、まあこういう、そういう論理系の計算もできるようになっています。で、MPIOPCreate っていう関数を使ってですね、あの、ユーザーによってこの OP を定義することもできます。えー、これ私昔講義やってる時に学生に教えてもらったんですけどね、私自身はこれ使ったことないです。 であの処理系によっては非常に遅くなるという話も聞いたことがありますので、まあ、これあのもしご興味があって、必要がある場合には、ですね、えー、と試してご覧になるとよろしいかと思います。でルートというのは、ですねこの計算した値ですね、例えば内積を計算した値を集めるところで、まあ、普通はあの0番のプロセスに集めるので、あの0というのをこのルートというところに入れます。で最後はこのコミュニケーターですね。で、はい、ですののなんかるも 受け取るものがあって、要素の数があって、データの型があって、それに対してやる処理と、それを保管しておく、そのプロセスの ID を指定すればいいということになるわけですねで。ちょっとよく分からないのは、この先頭アドレスという言葉が分かりにくいかと思いますので、それについてご説明していきます。まあ、その送信バッファと受信バッファという変数がしばしば登場します。であの送信バッファと受信バッファは必ずしも異なった名称の配列である必要はないんですけれども、 アドレスが必ず異なななななっていいいければならないとということになりますですから変数、スカラーだったら変数名は絶対変えなきゃいけないといことですね、はいで。同じ配列の違うアドレスを使う分には構わないということですね、はい。例えばこれあの、えーと、スカラーを送る場合ですね。はい、A というあのスカラーで、まあ、データタイプは、まあ、整数でも何でもいいです、はいで。レシーブバッファというのも当然スカラーになります。 ですから、スカラーですから、メッセージサイズ、カウントはです、ね、1になります。で例えば、ですね、あのまあ、大きさはいくつでもいいんですけれども、えー、ある配列のです、ね、先頭から3つを送りなさいというような場合があります。そういうときには、ですねあの、例えばこうやって A と書いて、ですねあの、このカウントに3って書いてあると、えー、っと先頭から3つを送ってくれます。<laughs> フォートランですと123ですね。C だと012ということになります。で、例えばですね、あの途中からあの3個送りたいっていう場合ですね、そういう場合にはまさにこの先頭アドレスをこうやってように指定します。何も指定しないと、もう必ずこの先頭からになるわけですけれども、例えば4とか3って指定してやると、フォートランだと456、C だと345が相手に送られるということになります。 まこんな感じの,あの使い方をしていただくということになります。もうちょっと詳しい例を見てみましょう。まあ、例えば、この倍精度の実数があるとするとですね、えー、っと、x0 ですね。これ、各プロセスにおける x0 の中で最大のものが x1 になります。はい、ですから、全プロセスの中で最大のものを計算して、まあ、それが0番というところに行くということで,ですね。この npi max。MA これ例えばこれ配列にするとどうなるかというとですね、この X0 の各4成分を、あのー、見てやってですね、そのうちの最大のものがです、ね、この XMAX の各4成分に入りますという、そういう、ねえー、計算をここではやっています。はいまあ、こうやってあの配列としても扱うことができるわけです。 まあこれね、これはまあ、あの、後で出てきますけど、これ内積ですね。あの、X0 というのがローカルな合計で、X3 というのが全体の合計ですね。これが、あの、m p i 3ということで、まあ、まさにこれ内積の結果として出てくるということになります。で、こちらがですね、あの、先頭アドレス、これ0に指定してあります。で、こちらはあの2に指定してありまして、えー、っと、2個をですね、あの、まあ、 各プロセスの合計を、えー、ここに入れなさいということですね。ですから、これ0番と1番のですね、各プロセスにおける合計をですね、この0番におけるですね、X0 の2番と3番に入れなさいという意味なんですね。あのこういう使い方もできます。であのこれはあのアドレスが違っているので、えーまあ、同じ配列ですけども、えー、違う場所ということで、こういう使い方もできる。 ここまでで何かご質問ありますでしょうか。よろしいですか。そしたらですね、えー、とですね、MPIBcast というのがありまして、これはですね、あるプロセス、ルートというプロセスにあるデータをですね、まあ、ブロードキャストですから、全体にあのばらまくというか、送ってやるという、そういう関数です。 まあこちらはですね、あの送信バッファーのみなんで、あのバッファーという変数しかありません。これもやっぱりセントアドレスなんですね。カウントですから、あのこれもメッセージサイズいろいろ変えられます。で、データタイプを指定して、ルートという、まあ、あの普通は0番のことが多いですけども、そこからあのコミュニケーター全体に送るというようなことができるようになっています。まあ、引数の中身の説明は先ほどの,あのリデュースと同じです。ただ、これはただ送るだけなので、 あのオペレーションとか入ってないですね、OP とか入ってないというのが少し、えー、簡単になっています。m p i オールリデュースという関数があって、ですねこれ、m p i リデュースと m p i b キャストをあの組み合わせた関数です。あの相和とかです、ね、最大値とか計算したら、ですねあの、まあ、各プロセスで利用したい場合が多いわけですね。あの例えばあの、教育購買法で内積を計算したら、ですねあのそれは0番だけで使うわけじゃなくて、全体で使うわけですよね。 あのローの,あの値は全体で使うっていうのは、もしかしたら覚えてらっしゃるかもしれませんけれども、ですので、オールリデュースというのは、リデュースしたらそれをですねあの全部のプロセスで同じコピーを持つというのが、このえーオールリデュースです。引数はですねあのリデュースと同じですけれども、ルートというか、ですね2相とするものはないんですね、これ、全部で持ちますので、引数が1個少ないということになりますが、他は同じです。 NPI リデュースとかオールリデュースの OP としては、ですねあの最大最小値、えー、相和、あるいは積、あるいは論理&、まあ、ここら辺がですね、割とよく使われます。はいでまあ、局所データの考え方なんですけれども、あのまあ、長さ20のベクトルをあの4つだったら4つに分けて、ですね、まあ、20÷4 ですから、ちょうど長さ5のベクトルをそれぞれのプロセスで扱うと。 ということになりますでですね、あのまあ、さっきも言ったようにですね、えーっと、各プロセスでの局所番号がですね、えーっとまあ、1番から5番というか、これ0番から4番になっているとですね、えーっと、1プロセスの元のプログラムと同じようなやり方で計算ができますので、都合がいいということで、も、えっともとの0から4番まではですね、まあ、0番での0から4番までになりますし、 もともと10番から14番だったところは、ですねこの2番の、えー、っとプロセスでの0から4番ということになります。まあ、ちょっとこれ、成分の値が全部一緒なんで区別がつきにくいですけれども、まあ、あのこんな感じで、えー、っとそれぞれ、えー、っと局所番号をつけてですねあの計算をすれば、えーっと、全く並列でですね同じプログラムを使って計算することができます。まあ,あの ちょっとね、これ簡単すぎるのでね、あの、さっきの内点とか外点とか含めたですね、局所データ構造については、あの、この後ですね、また、あの、後半で紹介いたします。じゃあですね、あの、実際に内積を並列計算してみましょう。はい。で、この allreduce.c というところにありますので、あの、そのプログラムをちょっとご紹介していきたいと思います。まず、あの、 ベクトルの長さ5でいいので、えっ、ー、と、ダブルプレシジョンのベック P とベック S という形で、えっ、ー、と、宣言をしておきます。それで、あの、MPI ユニットとコムサイズとコムランクを呼んでおきます。まあ、これ、あの、コムサイズとコムランクは必須ではないんですけども、まあ、こうやって、あの、呼んでおくとですね、いろいろ、あの、えっ、ー、と、実行状況など見られて非常に便利ですので、あの、必ずおよあの、呼ぶことをお勧めします。サム A とサム R というですね、あの、 えと2つの値をそれぞれ0にしておきます。はい、で、n イコール5です。n というのは、まあ、あの問題サイズですね。これはあの、各プロセス、えっ、ー、と、共通です。で、あのー、0から n までですね、ベック p とベック s にそれぞれ2を代入してあります。なので、まあ、ベクトルもですね、あの各プロセス、あの独立に、えっ、ー、とですね、生成できたということになります。 で次はこのサム0ですね。サム0というのは、このベック p かけるベック S のですね、あのローカルな合計ということになります。ですから、このサム0はですね、えっと、各プロセスでまあ2かける3かける5ですから、あの30という値がですね、それぞれのプロセスでまあ計算されるということになります。はい、ですけども、計算はあくまでも別々にあるわけですね。 でその後ですね、あの、MPI Reduce と MPI All Reduce というのを呼んでやっています。でちょっとちっちゃくて見えにくいですけれども、送信バッファーが s ム m 0ですね。で、受信バッファーが SAMR と s ム m a になっています。はい。で、あの、メッセージサイズは1です。で、m p i ルで、えー、合計ですね、m p i s ム m を取ります。で、あの、MPI Reduce の方は0番に集めますので、あの0という数字が入って、まあ、MPI c o ワー i ド e とは一緒です。 でこのあとですねあの、各ランクでですねあの、マイランクとサム A とサム R の値を、えー、計算させます。でその後ですねあの、B キャストというのをやりますで。B キャストでこのサム R の値をですね、えー、とこれは0番からですね、全体にあの、えー、送ります、はい。するとですね、あのその後もう一回、えー、とマイランクとサム A とサム R を、えー、書いてやるということをしています。この場合ですね、 結果がどういうふうになるかっていうのは、えー、っと、ちょっと皆さん予想してみてください。はい。要は、各プロセスで、このサム A とサム R の値がどういうふうになるかですね。で、あの、見ていただくとですね、この、えー、っと、まず、サム A の方は、これ、オールリデュースを呼んでますので、もうこのビフォアビ B キャストのところで、サム A の値は全部120が入ってるはずなんですね。ですけども、あの、リデュースっていうのは0番でしかいかないので、このサム R の値はですね、あの、 えっと0番では120になってますけれども、それ以外のプロセスでは0になっているはずなんですね。であの、ここで B キャストしてやることによって、サム R も全部で120になるという,ような、そういう結果になっているはずです。あ、この説明、次にしてありましたね。はい。ですので、あのまあ、それがですね、えー、っとこの説明です。 ですので、あの、さっきと同じようにコンパイルしてやってですね、あの実行してやって出てきた結果がですね、まあ、こんな感じになります。えー、っと、beforebcast で、これ、プロセスの番号で、えー、っと、これが sumA ですね。で、こちらが sumR ということで、えー、っと、0番以外はですね、この sumR の値がですね、beforebcast の時にに0になっているんですね。はい、そんな結果になっているはずです。じゃちょっとこれも、あの、 お手元でやってみましょうかえっとですねなんだっけえっとオールリデュースポッシーですねはいまあこんなええ関数です それで mpi, えー、っとですね。a l l r e d u c e c ですね。はい。で、あの 54.sh というのを、えー、っと、書き換えます。で、これもですね、さっきのリソースグループが、えー、っと、チュートリアルになってく必要がありますね。それで gt00 です。 で、えっ、ー、と、pjsub の 54.sh やってやりましょう。これもちょっとですね、あの、いささか計算時間がかかりますので、少し待ってる間に、先に進んておきましょうかね。はい。でですね、次のところがですね、まあ、分散ファイルの読み込みということで、こちらはですね、あの、えっ、ー、と、 えっとちょっと待ってよ。まあ、これ、いろいろなやり方があるんですけれども、あの今のところはですねこのまあ並列有限要素みたいなことを考慮してですね、えっと、分割されたデータをですねあの各プロセスで読み込むということをやっています。であの1つのプロセスから読み込んで、ですねそれを全体に振り分けるというようなことがですねスキャッターとかギャザー。 という関数を使ってできるんですけども、ちょっと今日はそれについてはお話はせずにですね、えー、っと局所データを独立に読むというところをやってみたいと思います。先ほどの S1 というディレクトリにですね、A1.0 から3というファイルがあります。それで、あのえーっとですね、それぞれの中身こんなふうになってます。えー、っと、各8個の成分になってですね、えー、っと、A1 は100、 ね、A1.0 は101から151まで。で、A1.1 はですね、あの、まあ、それに100を足した。ですね、201から251。で、さらに100を足して100を足してということで、まあ、それぞれ値が、えー、こうやって別々のものが入っています。で、この file.c とか file.f って何やってるかっていうとね、要はこれ読み込んで書き出してるだけです。はい。で、あの 54.sh というのを使っています。 で、あの、こちらはですね、あの、まあ、結局、hello.c と hello.f とかとそんな変わらないんですけれども、えー、とですね。まあ、こうやって、あの、mpi-init-com、えー、com ランクを呼びます。で、あの、ベクトルの値はですね、サイズは8に指定してあります。それで、あの、この sprintf のファイルネーム、 a1.%d で myrank とやってやるとですね、要はこの myrank がですね、この、えー、っとこちらのドット以下に入ったようなそのファイル名がですね、このファイルネームというところにファイ入ります。ですから myrank が0だったら ah.0 ですね、2だったら ah.2 というのがファイルネームというところに入ります。なので各プロセスで,ですね、このファイルをオープンしてやります。このファイルの名前違ってます。 でそれをですね、えー、書く中身を、これ、長さ8のベクトルですので、8個読んでやってで、それを単に書き出してやるという、それだけのことをやっています。はい。なんで、あのまあ、これ、もう SPMD の典型例ですよね。あのえー、と違うデータをあの読み込んでですね、あのまあ、実行して、まあ、これ書き出してるだけですけども、まあ、そういうことをやっているということになります。 それで、もう一つですね、ファイル 2.c とファイル 2.f というのがありますで。こちらはですね、あの、a2.0 から a2.3 というのを読み込みます。で、こちらの、えっ、ー、と、さっきとの違いはですね、こうやってあの、可変調なんですよね。一番最初にこの、えっ、ー、と、ベクトルの長さが書いてあってですね。で、あの、5だったら5個の成分がこうやって並んでいるという状態です。まあ、これも、あの、基本的には同じですけども、より、何ていうんですか、spm 度が高い。 プログラムになっています、まあ、これがあのファイル 2.c の中身ですけれども、えー、とまずこの a2. なんとかっていうところにファイル名も読み込んであります。それ最初にです、ね、この num っていうのを読んであるんですね。ファイルをオープンした後。でこの num というのがあの、えー、っとこの8とか5とか7とか3に当たるものです。そしたらですねこのベクトルはですねあのその num に従ってですね、えーっと アロケートをしてやるで、その NUM の数分だけですね、このベックの成分を読み込んで書き出すということをしているということで、まあ、これもですね、本当に SPMD ということになるわけです。じゃあですね、ちょっとあの例として、この一番最後にやった例をですね、少しお見せしたいと思います。で、まあ、あの、 mpi icc のですね、ファイル 2.c ですね。はい。それで 54.sh というのを見ていただきます。はい。これ直してありますね。あ、そうか。それより前に、さっきのやつが終わったかのですね。あのテスト l リストあの例のこの before bcast, after bcast ってのは終わってますね。はい。まあ、今度はうまいがに0123という順番に出てきてますけれども、あの、見ての通りですね。えー、っと、 0番のプロセスだと全部120になってますけれども、あの、この、えっ、ー、と、それ以外1番、2番、3番はですね、この、えっ、ー、と、sumr のビフォア b e f o r e b ャ c a s t が0になっているというのが他との違いです。はい、じゃあ、今の、あの、ファイル2 c をちょっと実行してみましょうね。はい、コンパイルしたよね。 まあちょっとね、こういうのすぐ終わってくれないとなかなか間が持たないところがあるんですけども。あ、実行始まりましたね。はい。それで、えー、っとですね。テストとリストを見ていただくと、まあこんな感じになってます。はい。えー、っと、これは単にファイルを書き出しているだけで、 ファイルにあの値を書き出しているだけで、0番の時には8個数字があるわけですよね。はい、で、えー、っと、2番はあ、1番は5個ですね。で、2番が7個で、3番が3個というのが書き出されているということになります。 あの局所データの作成法としては、ですね全体を入力して、あのまあ、スキャッターして各プロセスに分割するというやり方と、ですね、えー、と局所データを生成して、えー、入力するというやり方と2つあるんですけれども、あのまあ、今回ですねあの,今回の講義の,あの目的はですね1次元にあります。で、あの3次元でやるときには、さすがにですねこの校舎を。 やらないとなかなか難しいんですけども、今回は一次元でですね、えー、と割とあのデータが簡単ということもあるので、あの基本的にはこれに近いやり方ですね。えー、とこれと全く同じではないんですけども、あのこういうあの、えー、と全体データをプログラムの中で分割するというようなやり方でやります。はい、何か質問がありますか。えっ、ー、と、NPI コムディプは何でしょうあ、これはですね、 えっとですね、m p i c o m d u p っていうのが入っているか。えー、っと、これ関数の中に、えー、っと、ちょっと覗くのを忘れていたのかもしれませんけれども、えー、っと、これ多分フォートランの方ですね、期待っていうとしたらね。 えっとですね、m p i c o m d u p っていうのはあの、コミュニケーターを複製するという関数です。で、多分ここではですね、何も使ってないので、あの、あまり、えー、っと、えー、意味をなしていませんけれども、あの、多分消し忘れで入っていたんだと思いますので、まあ、あの気にしないでください。はい。えー、っと、これ、あの、あってもなくても、えー、っと、変わりません。 えっと、d ィ p っていうのはデュプリケートの略ですね。はい。で、ファイル、例えばファイル、file.f の中にですね、あの、m p i、com. d ィ p っていうのがありますけども、これは要は、mpi.comworld と同じですね、solver.com っていうあのコミュニケーターを作りなさいという命令で、まあ、実際、あの、これはあってもなくても使ってませんので、同じことです。はい。無視していただいて結構です。はい。他に何か質問ありますか はい他に何かありますでしょうかそしたらですねちょっとお待ちくださいねでですねまああの 本来、講義であるとです、ね、このあと課題というのがあってあの、これをレポートにしていただくんですけども、まあ今日も時間もあまりないので、ですね、えー、っとちょっとだけ考えてみてください。あのこの後あと10分ほど休憩しますので、あのその後ですね、あのこの課題に相当するものの解説をします。で、あのこれすでにですね、えーっとあの、ウェブにも載ってますのであの、そちらを見ていただければいいんですけども、あのちょっとだけ考えてみてください。 で問題が2つありまして、1個目はですね、あのそれぞれファイルドット、えー、と .f とか c を参考にしてですね、まあ、要はあのー、ベクトルの、まあ、ノルムですね、はいあの、2ノルムを計算しなさいというのが1問目。で2番目はですねあのこの、えー、この台形積分でですねこの数値積分をやって、ですねあのプロセッサー数を変化させた場合の計算時間を測ってみなさいというのが、えー、と2問目です。 ではですね、今、あの14時22分ですので、じゃあ35分まであの休憩しますので、えー、っとですね、あのー、まあ、休憩していただいても結構です。ちょっとせっかくですので、少し問題について考えていただいても結構です。あ、それちょっとすみません。その前に少し解説しておきますと、えー、っとですね、オプションがあ,のありますで、あのー。普通はですね、このマイナス O3 って入れていただければ十分なんですけども、 えっとこの AVX512 っていうです、ね、あの命令をです、ね、このオークブリッジ CX で使うためにはあのこういうあのなんか行々しいオプションを入れていただくとあのこれが使えます。ただです、ね、あの単純なプログラムの場合にあのあ単純とは限らないですけどねあのプログラムによってです、ね、あの必ずしもこれ入れたから早くなるわけじゃなくてかえって遅くなる場合もありますので、まあ、そこら辺はいろいろ様子を見ながら使っていただければと思います。 あとですねあの、このプロセスを変えた場合のですね、いろいろなあのスクリプトについてはあの、ディレクトリの中に入っておりますので、あのこの、えー、っといろいろ数字を変えながらやってください。で例えばこれ、1個だけコアを使う場合の、えー、MPI プロックイコール1の場合の計算なんですけれども、例えばこの IMPI ピンプロセッサーリストイコール0ってやるとですね、あのこれコアには投資番号がついていてですね、えーっと 0番のコア、あのソケットですね。あの1つ目のソケットが0番から27番まで。で、この第1ソケットっていうんですか、2番目のソケットは28番から55番までっていうことで、あの個別に ID が振られています。これ、イコール0って書くとですね、この0番のコアを使って計算しなさいって指定することになります。 で例えばこれ24の場合ですね。これ24の場合だと、えっ、ー、と、例えばこれ0から23っていう,うに指定するとですね、こっちのソケットの0から23番目でを使いなさいというふうにできます。で、これ実はですね、例えばこ,こっちとこっちと12個ずつ使いなさいっていうようなやり方もできます。それで、あ、まあこれは48の場合ですね。あの48の場合は、これは例えば、あの、0から23と28から51を使いなさいっていうふうにもできますし、 まあこれ24にしてですね、0から11と28からえっと39とかね、なんかそういうあの使い方もできます。でこれはあの8濃度384個使った場合で、まあ、384を8で割ると48ですよね。ですから、48個は1濃度あたり使っているということで、これもね、あの各濃度上で、例えば0から23、28から51というふうに指定することもできます。 あとですね、あのーえー、っとこの B48 と B48B の違いはですね、あのこの沼 CTL-L かなっていうのが入ってるっていうのはちょっと違うんですね。でこれは何かというとですね、あのーまあ、少し先ほどお話したかと思いますけれども、えー、っとオークブリッジ CX はこのソケットが2つありましてですね、えー 各メモリーはですね、各 CPU に搭載されていて、独立なんですけれども、えー、と異なる CPU のローカルメモリー上のデータをアクセスすることは可能です。ですから、このうちのコアからですね、このメモリーを参照することは実はできるんですね。であの、まあ、アクセスの仕方がですね、こっちとこっちでは当然違いますので、そういう意味でこのノン・ユニフォーム・メモリー・アクセス、えー、NUMA と略して呼んでいます。ただですね、あのえっ、ー この UPI ってこれ非常に速いんですけれども、あのまあ、メモリーにアクセスするのよりちょっと遅いぐらいの速度なので、えーっとまあ、どうしてもこの,あのオーバーヘッドがかかってしまいます。ですから、なるべくこのローカルなメモリーのデータを使うのが効率的です。でこの沼 CTL-L っていうのを入れるとですね、このローカルメモリーのあのを必ず使いなさいというです、ねえー、っと指示がこれで出されます。で、あの、えー、っとですね、あの、 これもですね、本来これ入れた方が早くなるのが普通なんですけれども、でこのオプションがない場合があの早くて安定な場合もあるので、これもちょっとですね、いろいろと試してみていただければと思います。はい、それからですね、あのこのエクスポートなんとかっていうのをこれ全部取ってしまうとですね、この48コアがこの56個の中からですね、あのランダムにあの選ばれます、はいで。これも実はですね、あの数が割と多いとですね、 えっとそんなに性能は変わりませんけども、まあ、この指定したのがあるかないかで、えー、ちょっと変えてみてあの、試してみるのもよろしいかもしれません。はい、あと、448全部使う場合にはこうですね、はい。というような感じでですね、いろいろあの、えー、っと、比べてみていただければと思います。というふうに説明している間にちょっと時間が経ってしまいましたので、じゃあ、どうしようかな。えー 43分ぐらいから解説を始めるということにしたいと思います。それで、えっとですね、ファイルなんですけれども、えっとですね、えっと、P、あれ ?FEM インるだった。 これで,す、ね、で、あの、こちらのですね、えー、っとですね、この演習1っていうところにですね、今の答えがありますので、あの、これ全部は説明しませんけれども、まあ、あの、もしあれでしたら、こちらも、あの、えー、っと、参考にしながらやってください。あ、これじゃねえな。これじゃないです、これではなくてですね。 あこれですね MPI プログラム NC 課題ってやつですね。こちらを見ていただくと、えー、と課題 S1 の解説,説明が載っておりますので、まあ、こちらをあのご覧くださいあの。参考のファイルもこれで見ることができますので。はい、じゃあ、えーと、43分ぐらいに再開しますので。